カラーもすごくおしゃれで、ですごく着心地も楽で涼しいです。さんこんにちは、りょうこです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は GU のとってもスタイルアップして見えるブラフィールを紹介していきます。この夏涼しく過ごせるグッズも紹介していきます。バーゲン情報やコーディネートも紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは40代、50代の女性がスタイルアップして見える大人可愛いコーデやきれいめカジュアルを発信しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。では早速始めていきます。はい、今回は GU からブラフィールを紹介していきます。ブラフィールのボートネックでして、この今暑い季節に1枚でも薄く着たいっていう時にめっちゃ便利です。そして1枚でもおしゃれなんですよね。このボートネックの形がめっちゃ綺麗ですし、表面の凹凸、リブがこう3本かなんかな、細かなリブが入っていて、高級感がすごくあります。で、もう1枚はですね、ワインカラーになってまして、こちらのワインカラーもすごくおしゃれで、高見えすると思います。で、ブラフィールなんで、ブラジャーがいらないのでめちゃめちゃ楽やし、ホールド感もあります。この商品は抗菌防臭機能付きなので、あと部屋干しにも対応しているというので、めちゃめちゃ優秀です。とってもね、これおしゃれなんで、これに合わせたコーディネートもしていきますので、ぜひ最後までお見逃しないようにお願いします。はい、こちらのコーデやってみました。こちらは GU のブラフィールに GU のロングカーデン、そして GU のスリットスカートに合わせてみました。こんな感じでめちゃめちゃ大人チックになっています。そしてね、このスタイルアップして見えるこのブラフィール見てください。めちゃめちゃホールド感もあるし、この肩のラインがめちゃめちゃ綺麗に見えますし、この脇ぐりもすごく綺麗です。ぴったりフィットしてめっちゃ綺麗です。で、後ろの方もこんな感じになっていまして、すごく収まりもいいですし、夏だったら襟ぐりも涼しいですし、綺麗です。で、このね、シュッシュッシュッっていうリブがすごく高級感があって綺麗です。M サイズでも良かったんかなと思ったんですけど、はい、ちょっときつかって着るのが難航しました。できれば試着とかした方がいいかなと思います。もうすごく綺麗なシルエットなのでめっちゃいいと思います。次はユニクロのデニムスカートにユニクロのメッシュのカーディガンに合わせてみました。こちらだとちょっと秋口でもいけるような感じになっています。はい、こんな感じでこのシックなワインにブラック合わせでかっこいい、ちょっとカジュアルよりかなみたいな感じのコーデをやってみました。これも綺麗だと思います。このね、上のインナーが結構長めなんで出した感じを生かしてみました。そして GU のベルトをしてゴールドのネックレスをするとすごくかっこいいと思います。お腹もちょっと隠れて、結構このシックなワインカラーが引き締めてくれるのですごく綺麗だと思います。こんな感じでお手持ちのデニムと合わせてもいいと思います。めっちゃ可愛いです。りょうこのお買い物情報、シューヤルーさんで買ってきましたサンダルですね。これがめっちゃ良かったので紹介します。はい、こちらですね。で、ここがまっすぐでちょっとふわっとした感じで、かかとも5センチぐらいでちょうど履きやすいと思うんですよ。で、おしゃれやしね、これが。で、なんといってもここがゴムになっているんですよね。で、私も 22.5 なので、もうジャストに履ける靴ってあんまりないんですけど、このゴムのやつってぴったりフィットするからすごくいいじゃないですか。で、右足と左足の大きさがめっちゃ違うんですけど、それもこのね、ゴムのやつだと快適に、そして足がすごく綺麗に見えたんで買いました。ぜひこちらもチェックしてみてください。もう一個黒も見せますね。はい、こちら黒の方が先ほどと違って、こちらの前がねクロスになってるんですよ。女性らしいデザインですごく綺麗なんですよ。こちらもここがゴムになっていまして、履きやすくなっています。かかとの部分はねちょっと黒いバージョンになってまして、はい、こちらもシックでかっこいいです。女性らしくいいですよね。こういう風なのが
一番履きやすいんですよね。硬くないから。これはね、足が小さい人とかだったらめっちゃ探しとうと思うんで、ぜひこちらもチェックしてみてください。こちらは GU のシャツですね。このドレープの効いたシャツに、マーメイドスカートを合わせてみました。めっちゃこれも涼しげで綺麗やと思います。これでオフィスに行ってもめっちゃかっこいいと思います。こんな感じで、ちょっと暑かったら脱いでもいいし、ちょっとこう後ろにね羽織っても綺麗やし、このブルーがめっちゃ涼しげで綺麗ですよね。これも割引になって980円とかになってると思います。めっちゃお買い得やし、暑い時にはねやっぱりシャツで温度調整みたいなしたいですよね。これもねめっちゃかっこいいと思いますので、ぜひぜひ皆さんこの涼しげなコーデやってみてください。はい、こちらは GU のシアンのシャツと人気のカーゴスカートに合わせてみました。こんな感じですっきりとしたコーデをやってみました。このですねシースルーのシャツも可愛いですし、値引きになっています。そして中の暑かったら脱いでもこのブラトップがめっちゃいい味出しています。でこのカーゴのスカートもね、横をこの持ち上げたりできるので涼しく着ることができます。グレーで秋でも使えますし、残暑におすすめです。はい、こんな感じです。こちらはGU のシースルーシャツにワインカラーのインナー、そして GU のスカートに合わせてみました。でこちらのベルトも GU です。はい、こちらもねちょっとシックな感じでめっちゃいいと思います。こんな感じになります。こちらはねシャツインとかしてないので、すごく着心地も楽で涼しいです。でワインカラーのこのインナーもねすごくしっかりしてるので、1枚で着ててもすごく綺麗です。高見えしますね。こんな感じで着ていただくと割ときっちり感もあるし、涼しいし、残暑に立ち向かえるかなっていう感じがしますね。りょうこのお役立ちグッズ、今回買ってきたのがこの冷却のもんなんですよね。この冷却ばっかり言ってるんですけど、本当に暑いんで外に出た時にこういう風な冷感リングっていうのがありまして、こちらは首にかけるだけのタイプで、28度以下のとこに持っていくと自然凍結っていうことで自然に固まるんでしょうね。だから冷蔵庫とかに入れてもらうと勝手に冷凍してくれて、すごくいいと。結露しないから快適っていうんで、氷だったらびちゃびちゃになると思うんですけど、これやったらびちゃびちゃにならないのでめっちゃいいっていうことで、適度な冷たさも保ってくれるということで、すごくいいみたいです。何度でも繰り返し使えるのですごいお買い得となっています。これは1200円で買ったんですけども、楽天のリンクとかもつけておきます。で一緒にね猫のコロコロみたいのを買ったんですよ。これこのコロンコロンがすごく優秀だった、もうめっちゃ欲しくなって買ってしまったんですよ。体がめっちゃ首から肩から咳の具合で調子悪くなったので、このコロリンコロリン、こんな感じなんですけどね、ちょっと使ってみますね。普通にこんな感じなんですけど、もうスッとするだけで首が冷えてちょっとスッキリします。もう本当に会社とかでも椅子に座ってちゃんとつけてたら目立たないと思います。はい、こちらは次の猫ちゃんの商品だったんですけど、これがねめちゃめちゃ首のマッサージに気持ちいいのでやってみました。このコロンコロンなんですけども、コロンコロンがこう首に冷たくてめっちゃ気持ちいいんですよ。もう風邪で弱ってしまって、咳がその後もすごく出て眠れなくて、もう本当に皆さんに早く更新しなければと思いながら全然できなくて本当にすみません。こんな感じで首をグリン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 できますので、こちらもリンク貼っときますので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回のこのブラフィールはいかがでしたでしょうか。このボートネックがすごく綺麗やし、めちゃめちゃスタイルがよく見えます。で、脇肉もこう入れ込んでくれますしね。ここらがね、結構もたもたしておかしい時あるんですけど、綺麗に収まってると思うんですよ。ぜひいろんなシアシャツとか、上に重ねて着てみてください。こんな感じで、
級感もありますし、スタイルもよく見えるし、ブラフィールも結構しっかりしてるので、ちょっと着るとき着にくいんですけど、けど着てしまえばすごくフィットして綺麗ですので、ぜひ一度お試しになってはいかがでしょうか。このチャンネルでは40代50代の女性がスタイルアップして見える大人可愛いコーデや綺麗めカジュアルを発信しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。最後になりましたが、更新が遅れてしまってすみませんでした。ちょっと風邪ひいた後に咳が夜止まらなくなって、もうどうしても体が絶不調でして、もう仕事も忙しくて本当にお待たせして申し訳ありませんでした。ぜひ今後ともよろしくお願いします。では最後の合言葉を言って終わりにします。合言葉は腹八分目。もうめっちゃ食べてしまいましたので、お腹いっぱい出てしまいました。では皆さんも次の動画までお元気で。今すぐ Kiss me Wow wow go away I miss you まっすぐに I love you so チャンネル登録お願いします。